二塁送球驚異の1秒73。大学通算30ホーマー。ドラフト指名有力捕手は今。本日は NTT 東日本さんにお邪魔をしております。準備してですね。行ってきます。本日お邪魔したのは NTT 東日本硬式野球部。ご覧の通り名門中の名門です。まずはキャッチボールから。ちょっとなんだか見覚えが。そうですよ。ある気がするんですけど。私の後輩 NTT 西日本から移籍してきた伊藤選手。移籍とかあるんですかね、その NTT 同士。グループ会社の中では結構ある。うん、他社でも。移籍されてきたじゃないですか。はい。NTT の設備すごかったと思うんですけど。はい。やばくないですか。こっちの方が多分野球する環境の設備はすごいです。やっぱ室内とかクーラーでもついてますし、すごいですね。予選も関東と近畿というか2つ出られてるわけじゃないですか、はい、違いみたいなのありますか。まあどっちかというと僕のイメージは関西はやっぱ気持ちが気合で勝ち上がってるイメージなんですけど、はい、関東はスマートというか、はい、そういう野球のイメージ、はいはい、その違いが最初感じました。今年入社しました野口大志選手、昨年の大学侍ジャパンにも選出されました。大学屈指のキャッチャーとして昨年のドラフトでは指名有力とされていました。確実ではなかったんですけど、まあ、一応自分的な自信はあって、はい、いくつもりで、はい、そうですね、8球団ぐらい来ました。調査書、はい、1球満までありました、はい、が当日その名前は呼ばれず、実は高校3年時にも指名漏れを経験しており、今回2度目の指名漏れとなりました。なんでなんですか。いやちょっと、まあ、その時調子も上がらなくて、はい、っていう状態で、当日もこうなんていうんですか、指名待ちの状態で、はい、いたたまれないですよね。そうですね、周りも含めて、はい、まあ、親も監督さんもそうです、まあ、ご自身も、はい、どう切り替えていったんですか。そうですね、まあ、やっぱり野球が好きで、はい、まあ、ずっとやってるので、はい、切り替えるのは少し時間かかったんですけど、上で野球やれるってことは変わりないですし、そういうところでやっぱり切り替えましたね。そして新規一転、今年から NTT 東日本で再出発。まずは NPB からも注目されるセカンドスロー。ビタビタ。ビタタイム何秒を目標にしてやってたんですか。タッチボールっていうのはやっぱ盗塁において大事だと思ってるんですけど、はい、やっぱその中でスタート盗まれた時とかさせるキャッチャーになるっていうのは一応目標になるので、はい、一応今 1.8 は切るようにはしてやってます。さっき一瞬切りましたか。 1.73、1.74 ぐらいでいってます。ゲロ腫れてないですか。そうですね、まだまだここから速くなると思います。本当ですか、はい、どの辺で速くなる要素ありますか。あと大学時代は結構上で上半身投げるって要素が強かったんですけど、足の使い方を教えていただいてだいぶ速くなりました。へー、それでもランナーのスピード感も上がるじゃないですか。そうです、はい、スライディングの速さがやっぱ違います。どこら辺が違いますか。もう近いですか。近くて強さが違います。あ、なるほど、はい、強さ、はい、そこだから本当にタッチボールでいかないと、はい、セーフいけないっていうのもあります。全然だいぶ最近はさせるようになってきて、足の使い方が覚えてきたので、まあ、まだまだこれから速くなるように頑張ります。ちなみに NTT 東日本走塁意識が半端なかった。この盗塁にも秘密が。 3.4 は切ろうぜ、 3.4 は、よっしゃー、アウト、3-4-9、 OK。 ピッチャー動いて、動くんじゃ遅い。ピッチャーがこうウィークに合わせていくっていう、ね、あイメージは。どうも、早い、いろんな、はい、逆に言うと同時に動き出せなかったらもうストップ。そうですね、基本は全部スタートです。あ、全部スタート切りに行きながら、切りに行きながら、あ、いけるならいける。
で、切って無理ならストップ疑似スタートっぽくもなる全部スタート切ってるので、はい、スタートになるなるほど、はい、ナイスターナイスターナイスター同時に動くみたいなものっていうのはもう前々からですか？ここ何年も続いてるやっぱ盗塁なんで、どちらかというと今の子たちって失敗も恐れながら、はい、セーフティーにセーフティーに、足が速い人だけが盗塁目立つとか、はいはい、じゃなくてもうこう同時に切ったり相手のタイミングを盗んだりっていうところで成功率ってやっぱ 1%、2% って上がるでしょう、はい、その 1%、2% ってどのぐらい大きいんだろうっていうのをテーマにしながら、なるほど、選手でじゃあどうしようっていうのをいろいろ考えてもらって、あ、結果できてるかできてないかは別なんですけど、やっぱそこに視点があるのかないのかってやっぱ結構大きい部分だと思うんですね。興味を持ち始めると、まあ、いろんな走塁も相手のファンブルで一個先に進むとか、あ、なるほど、じゃあどこでブレーキかけてどういう走塁をしたらスムーズに次の塁行けるんだろうとか、はい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 、いろんなことをテーマにこう選手が話してくれてるので、あ、まあ、きっかけの一つがこのスタートだったっていうのはあると思うんですけど、なるほど、何も走塁だけの練習じゃなく、ね、走塁全般に向けての意識革命というか、そういったところにこう着眼点を置くと得点シーンが増えたりとか、あ、次の塁に行ける確率が増えるだろうっていうのを本当にテーマに選手自らが動いてくれてるから、なるほどですね、はあ、スタート、続いて野口選手のバッティング、非常に個性的なスイング、あー、いいね、ナイスボール、オッケー、いいの仕方、よっしゃ、そこがこう、なんかこう来ちゃうよね、全部18っす、18、野球が好きで、はい、まあ、ずっとやってるので、はい、まあ、その気持ちは消えなくて、はい、まあ、どうしても夢であるプロ野球選手になりたいっていう思いで会社でやらせてもらっていて、まあ、自分の今まで足りなかった課題がちょうど見えてきたところなので、そこをあと1年間で潰していきたいなっていうふうに思ってます。その先に声がかかればという、はい、そうです。来年3度目の正直で NPBA、 今後の活躍が注目されます。